優勝チームにはエスカノール誕生記念サンシャインケーキが贈呈されます。そんなものがあるんですね。サンシャインケーキ、なんだろうな、熱いんですかねどういうことですか。もうめっちゃアルコール度数の高いのが入ってて、ね、体の中で燃えるとか胃が熱いみたいな。怖いですね。危ないケーキじゃないです。ちゃんと美味しいケーキです。美味しいケーキ、はい、じゃあそれ目指してね頑張りましょうね。はい、はいはい、ではチーム分けをくのちゃんお願いします。はい、カジさん、はい、高木さんの実は実家一チーム。あー、なるほど、ね、うまいチーム分けだ。ゆうきさん、福山さんの続恋物語チーム。入っちゃったな。ここね、今回のシリーズは良かったもん ね、そういうところがね。そして、ね、鈴木さん、杉田さんの樽運びチーム。いやもう雑樽運び、運ぶ運ぶ、転がす転がすまあ、はい、お酒関係ということでね。もうお酒大好きですからね。それでは皆さん自分のチームの席に移動してください。はい、はい、失礼します。早速どんどん行ってもいいですか。はい、はい、お願いします、はい、それではファーストターンは、カジさんに選んでいただきたいと思います。こちらのボードからキャラクターを、誰と戦うか、そうです、誰と戦うかを選んでください。高木くんどうしようね。どうしますかね。僕らも実家いいですから、うん、ああそうですね、仲間ですもんね。そうそう、誰だったらいけそう。え、誰だったら、あ、でも、はい、馴染みが一番長い時点でフラウドリンとかどうですか。おお、フラウドリン、ドレファス、そうです、ね、ドレファスの時から馴染みのある、じゃあフラウドリンにします。はい、エスタロッサですね。で、え、はい、エスタロッサですね。今のやりとり、はい、台本どうなってます。エスタロッサですね。そういうことだったんですね。待て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 、君はちゃんとさっきりとエスタロッサって言ったから俺言ったかな。そういうことにしよう。言ってました。じゃあエスタロッサで。はい、エスタロッサの攻撃はこちらです。じゃあ聞くなよな、最初からそう言ってくれよ。メリオダスのここが大好き対決。おお、説明お願いします。はい、エスタロッサはカクカクシカジカでメリオダスに屈折した愛情を持っている、いわばメリオダス卿。そこでチームの代表者の皆さんでメリオダスのここが好きをテーマに山手線ゲームをしていただきます。リズムに乗り遅れたりメリオダスの好きなところを言えなかったらアウト。アウト以外の2チームにそれぞれ10ポイントが加算されます。はい、はい、というわけで代表者の皆さん前に来てください。チームでお一人代表者の方を決めて横並びでお願いします。まあ、うちのチームはちょっとね、せっかくなんで僕よりも高木くんにどれだけね、メリオダス愛があるかをちょっと確かめたいので。そうですか。いいですか。はい、頑張ります。はい、決まりましたか。大丈夫ですか。じゃあうちのチームからはお誕生日な、お、まあエスタロッサと聞いてね、はい、まあやるしかねえな。そうですよね。じゃあどうぞ前にお願いします。あれ、その真ん中のチームは、あ、うちはもうだってもううちにもだってメリオダス大好きな福山さんがいらっしゃいますから、ええ、ほらもうメリオダスの好きを体現したような人間じゃない僕は。そうです。あんまそういうとこありましたっけ。ええ、まあ、でもそれはねこれから明らかになります。ご存知なかったですか。すごい最強ですよ、きっと。あんま聞いたことないけどな、うん、はい、はい、というわけで、下手の高木さんから順番に、はい、真ん中上手また下手という順番でいきますよ。大丈夫ですか。はい、じゃあ早速いきましょうかね。はい、メリオダスのここが大好き対決、レディースタート。高木さんから始まる、イエーイ。ノリが若いな。メリオダスのここが大好き、イエーイ。せーの、パンパン。強い、パンパン。ザベス好き、パンパン。コラボ先で違和感がない、パンパン。声がいい、パンパン。声がカジ君、パンパン。何でもカウンター、人懐っこい、パンパン。何人にもなれる、パンパン。たまにセクシー、パンパン。長生き、パンパン。ザベスにだけスケベ、パンパン。仲間思い、パンパン。ゴーセルがいっぱい やらかした時にこうあんまり怒らないでくれた、パンパン。じゃあね、あのすごくね女の子にも優しいんだけどやっぱりザベス一筋。ちょっとパン。何でもカシ君だから許せる。身長が低くて可愛い。ちょっといいですか。すいません、一回いいですか。はい、何ですか。あの、いや、なんかメリオダスをやってる私からしたら嬉しいですけども、何回か同じことを
言ってるような気がしたんですけど、いやメリオダスと、はい、やっぱりそのメリオダスの中のそのパーソナル部分とすごくやっぱ細分化されているので、そこはやっぱり同じように分けなくて、やっぱり愛にも好きにもいろんなジャンルがあるんじゃないかななんつって。本当お口が達者ですよね。いろんな好きを表現されているということですか。そういうことですね。溢れちゃってるんですよね。MC が認めたら、じゃあこれちなみにどうやって締めるつもり？同じこととか、同じこと言ったら言ってたよな。言ってたよね。絶対師匠お前らがちゃんとしなきゃダメだよ。あ、じゃあちょっと気を取り直して、気を取り直して次はもう一回やろうか。なんかメリオダスが滑ったみたいな。あの、うん、カジさんの好きなところを、じゃあ、次はね、それだ、それでいこう、それか、それでいこう。じゃあ、はい、で同じちょっと一回ぐちゃぐちゃになっちゃったから90度では謝ろう。皆さんね、まあ最初のコーナーなんでね、ここは一つちょっと軽めに見てもらって、どうもすいませんでした。はい、ありがとうございます。今回だけだからな。なんで謝ったのか分かってないのか。じゃあ誰からいきます？もう一回高木さんからいきますか。はい、そうだね。じゃあ高木さんから始まる、イエーイ。カジさんのここが大好き、イエーイ。せーの、パンパン。優しい、パンパン。突っ込んでくれる、パンパン。低い声に色気がある、パンパン。ツッコミのバリエーションが多い、パンパン。すごく厳しいこと言ってくれる、パンパン。ソフトクリームブハって入っちゃうぐらいリアクションがいい、パンパン。土下座がうまい、パンパン。90度の謝罪もうまい、パンパン。誘うと意外についてきてくれる、パンパン。誘ってくれる、パンパン。でも仕事にすごく真面目、パンパン。昼の部の前に本くれた、パンパン。昼の前、あー同じだ。あー、おー、おい、お、課長の考えてたやつで、お前はまだまだカジ君のことが分かってない。カジさん、本当に申し訳ございませんでした。出た、土下座。これになりつつありますね。しかも本家がやる前に先にやれちゃったよ。あ、ごめんごめんなさい。いいんだよ、いいんだよ。いや、なんかね、自分のことを言ってもらっててちょっと申し訳ないなって気持ちもありつつ、はい、まさか自分のチームが最初に突っかえると思ってなかったんで。違う、いやいや、まあでもね、あの、まあね、お二人ともどうもありがとうございました。お参加だと高木さんはこれからカジさんと付き合いを深めていただいて、よりね、いいところを知っていってください。もっと見て、俺を。はい、はい、というわけで、実は実家へチームがアウトなので、俗恋物語チームと樽運びチームに10ポイントを。やったー。はい、じゃあ皆さんお席にお戻りください。いやー、これいきなり疲れますね、このゲームね。いや、結構大変ですよ今回。はい、いや、っていうか普通にものすごいリズムとずれてても OK なんだね。そうですよね、だいぶ長文喋ってましたよね。そうだね。